1年生と2年生は人数あんまりそんなに少ないんですが、みんなで声出して日々の練習を頑張っています。新人戦ではまずは1勝を目指してチームの一丸となって頑張りたいと思います。今まで練習に関わってくれた先生や今まで見守ってくれた家族に感謝して試合に臨みたいと思います。今の2年生は去年からの出てる子が多いので、技術的にはいつもよりは仕上がってるとは思うんですけれども、ただメンタル面でやっぱり先輩に頼った面がかなりあるので、そこの部分がまだ全然仕上がってないかなって気がします。はい、とにかく笑顔ですね。やっぱり自分たちのプレーがうまくいかないと落ち込んじゃう子が結構多いので、もう笑顔でみんなで励まし合って頑張ってほしいなと思います。5点階段